僕の持ってきた動画データなんだ、デマだろみたいな感じの、うん、技工士会員だけのデータじゃないのかみたいな話もあったんですけど、うん、それを割ったら離職率が 111% になる分母がおかしくて、持ってるなと思ってた。離職率が高い高いっていうのもちょっと言い過ぎなんですよね、技工士不足で、まあ言われてるんですけど、実際肌感ではかなり不足してるんですけど、まあ、現状は確かにそうかもしれないですけど、Switch up the flow, show you the way that it go. God is good, but his life is hard. ちょっと結構前からずっと言いたかったんですけど、はいはいはい、なかなか機会がなくてたの。なんかもういつの動画かちょっと覚えてないんですけど、離職率の話になって、うん、で離職率がすごい高い、111% っていうワードが出てきたんです。強いワードが、うんうんうん、でその時に、多分僕が持ってきたデータがどっから持ってきた動画データなんだとか、うん、デマだろみたいな感じの内容があったんで、うん、そこをちょっと説明しておきたいなと思って、はいはい、でまずそうですね、あの時に言ったのが、離職率 27.8% っていうデータが出てますよっていう話をしたんですけど、そのデータは市議協から出たデータ、うん、市議協っていうのは分かりやすく言うと歯科技工所協会、うん、歯科技工所会とはまた別なんですけど、うん、だいたい技工所会、歯科技工所会、歯科、教育協議会、うん、歯科技工所協会と大きく3つに分かれて団体があって、その歯科技工所協会、市議協は、まあ、ざっくり言うと大手ラボの集まりみたいな感じです、うん、大きな、法人が入ってる会で、そこ、ホームページ行ったらもうそのデータも載ってるんでわかるんですけど、で、そこ、その会員ラボが78社ありまして、うん、そこ全てにアンケートを取ってます。うん、技工士会員だけのデータじゃないのかみたいな話もあったんですけど、うん、その市議協に入ってる大手ラボの勤務者も全部含めているので、会員ってわけではないです。うん、まあそういうことね。はい。はい、で、その78社中71社の回答があって、まあ、回収率 91%。で、そのうちの、その、離職率が、5年以内の入社総数1243人のうちから345人辞めているので、27.8% っていう数字が出てます。で、そのうちの、転職者っていうのもあって、それは全体の 8%。 転職者っていうのはもうそこ辞めちゃって別業種に行ってる人のことです。歯科技工士じゃなくて。あ、そうです、うん、なのでその離職率 27.8% のうちの、まあ、ここから先は確認はできないですけど、うん、他のラボに移ってる可能性も高いので、うん、技工士の総数が減ってるんかって言われるとそうでもないと思うんですけど、うん、99人は確実に転職してるんですけど、その他の200何人ちょっとは、また技工士続けてる可能性もあるということで。はい。で、そこで、これ確か玉地さんが、歯科新聞かなんかで言ってたと思うんですけど、令和2年から4年の間に、20から40歳の就労技工士が1889人辞めてるっていう新聞のデータが出て、いつもコメントをしてくださる方が、なかなか強い口調の方の。なかなか強い口調。はい。この人に攻撃的な方なんですけど、うん、まあ、その方が言ってたのは、1889人が2年で辞めてるって言ってて、そのうちに、入学者が1699人いたと、うんうん。それを割ったら離職率が 111% になるっておっしゃられたんですよね。うん、でもそこってちょっとおかしいなと思うのは、分母がおかしくって、入学者が1699人だったら、入学者の中で辞めた人間が、を計算しないといけないのに、全体総数の1884人で終わっちゃってるから、それ 100% 超えちゃうんですよね。うん、これ、まあ、正式な数字がわからないんですけど、例えば3万4000人ぐらい、技工士がいるとして、はい、そこから1889人を辞めるんだったら、計算すると 18% ぐらいになる。なんで、ちょっとこれ、持ってるなと思って。持ってるな。はい。111%は言い過ぎだなと思って。うん、で、まあ、その、
市議庁が出した 27.8% っていうのも、うん、普通の厚労省が出したデータの一般業種の高卒の離職率が約 38% とかなんで、うん、技工士はそんなに平均と大差ないし、あの離職率が高い高いっていうのもちょっと言い過ぎなんですよね、うん、他にもデータがあって技工士不足って、まあ、言われてるんですけど、うん、まあ、実際肌感ではかなり不足してるんですけど、実際3万4,000〜5,000人をずっと横ばいしてて、その強い口調のコメントの人も技工士過剰だ過剰だって強く言われてると思うんですけど、まあ、現状は確かにそうかもしれないんですけど、うん、多分何年後か10年後か20年後か分かんないですけど、もう一気になくなるのはもう間違いないと思うんで、うん、そこの技工士の数の確保を幸之助さんが増やしていきたいっていうのは僕も賛同してるんで、うん、G さんちょっと増やしたくないか知らないですけど、うん、めっちゃ口調強く言ってるんで、はい、ちょっと正しておきたいなと思って、はいはい、はい、それは僕の意見なんですけどね、はいはい、決して技工士会の回し者とかではないんですけど、はい、どう思いますか、その肌感のやっぱ減ってるなとは思うけど、そう、なんかこれも玉地さんともその話にはなってて、うん、その技工士全体というよりもそのやっぱりデンチャー部門がやっぱりちょっと少なくなってるのは感じてるなっていうところではあります。補鉄に関してその技工士不足で仕事がなくてっていうのは、まあ僕もそうですけど、僕の周りの方でもそんなにこう感じるところではないかなと。確かに人が欲しいのは欲しいなって思うんですけど、だからといって回らないほどかって言ったら別にそうでもないかなっていう感じですかね。そうですね。現状はそうですよね。はい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 。あの、長い目で見て、うん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 。我々がもう、60近くなる頃には、うん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 。まあ、後継ぎももちろんいないだろうし、うんうんうん。あと、やっぱ、会社やる以上は、その若い、こう、フレッシュな人材が、常に入ってこないと、多分健全じゃないと思うんですよね、うん、会社としても。どの業種もそうだと思いますけど。はいはいはい。横ばいって、何年ぐらい前から横ばいとかって分かりますか？僕が持ってるデータって10年ぐらいのデータです。ああ、10年間は横ばいです。まあ、さっきの価値観の話で、田中さんの場合はほら、特にベンチャーやられてるから、肌感っておっしゃってたけど、はいはい、よりやっぱりベンチャー作ってる方が少ない。っていう、やっぱ認識というか、感覚がやっぱお持ちなんですよね、おそらく。少ないというよりかは、若い子がいないっていう。ああ、若い世代の。その、うん、我々世代であったり、まあ、平均年齢は50歳と言われてますけど、うん、その50以上の人のデンチャー作ってる人は、それなりにはいると思います。うんうん、でやっぱり、あの、個人が多いんで、うんうん、それは回らないよなとは思いますけど、うん、大きいラボ、50人規模のラボの方にも見学行った時には、若い子たくさんいたんですよ。やっぱあの、電車みんなで分回してますし、やっぱ、すごい生産率も高くって、あ、これなら利益上がるなっていう回し方してたんで、そうなってくると、まあもちろん週休2日制もできるし、給与もそれなりに出ると思うし、若い子たちが定着する。システム作ってるんで、うん、若い子らはやっぱそういうとこ選びますよね、やっぱり。うんうんうん、結構データとかもやっぱ、あ、そう、歯科技工士会実態調査のデータとかもあるんですけど、10人以上、15人以上の規模の事業者にやっぱ集まってますね、若い子は。もう5人以下のとこはほぼほぼ来ないんじゃないかなって感じです。あ、正直、電車の作る方って、絶対足りてないなっていうのを感じたのがあったので、ちょっとその、お話しようかなと思うんですけど、はい、ね、新規のクリニックさんに、あの、2件ぐらい、3件か、ぐらいちょっとお話、院長先生、歯科医院の院長先生とお話したんですけど、やっぱり保険のデンチャー、まあもちろん自費もあるけど、やっぱ保険のデンチャーはちょっと作れますかみたいなお話が上がって、まあ弊社ではちょっと扱いがないので、まあやっぱりご紹介という形になってしまいます。っていう話を、2件、ない、ん ?3 件かな、同じ話をしてるんですよ。うん、ってことは、ニーズというか、やっぱすごい高くて、うん、保険ですかね。保険のベンチャーを作るところが、やっぱ事実減ってきてるのかなっていう、なんかやっぱ感覚ありましたね。うん、そう、同じこと言われたので。うん、はい、うちもめっちゃ多い。
そのやっぱそうだよね、クリニックからもお願いされるし、うん、その電車のラボどっかないですかとか、この間もそのラボからちょっと紹介してほしいみたいな、電車やってる人紹介してほしいみたいなのを、キンキンで2件言われて、うん、でもちろん田中さんのところ紹介しようと思って、広島に1件ありますって言って、納期と値段のことはもう言わないでもらいたいみたいな、であれば紹介します、まあ、言ったらやっぱりなかなかそこは首を縦に振らないっていう感じですかね。まあでもそうなんだ、ね、もう多分今はそのまだギリギリやってくれてるかもしれないけど、さっき田中さんが言ったみたいに、多分もうやれなくなってきたらもう出さざるを得なくなると思うんですよね。そうなんで、まあそうなったらやっぱりまずはその電車ラボさんがこう忙しくなるというか、ちょっと大変になってくるのかなとはちょっと最近は思ってますけど、どうですか田中さん、やっぱり仕事の依頼って増えてるんですか？ぶっちゃけその紹介とかあるんですよ、やっぱり。はいはい。その他県からやってくれないかとかいうのはあるんですけど、まあ多分どこも一緒だと思いますけど、成り立たないですね。そうだね、うん。保険に関しては、うん、保険のその枠の中で、例えば奈良さんもありますけど、うん、7割もらおうとやった場合に、送りを何回も繰り返したりとか、うん、っていう話になってくると、もう成り立たないし、うん、なんなら1件ラボが挟まって紹介ってことで、まあ、ピンハネ的なことがあるってなってくると、余計成り立たないですね。うんうん、やっぱ枠があるんでね、やっぱどうしても成り立たないっていうのはほとんどだと思います、うん、だから結局断るっていう流れになります。そうだよな、まあ、保険はもうやっぱり点数上げるしかないってことですよね。保険点数上がらないともう受けれないってことですよね。そうですね、まあ先生も苦しいと思いますよ、うん、その少ない点数でやるのは、うんうん、どうしたらいいですか田中さん。我々にはどうしようもできないですけど、はい、一応進むかどうかは分からないですけど、技巧司会とかも、司会と連携取って、そういう政治家に働きかけるっていう動きはやってるんですけど、うん、まあ、全体の医療費、確か 7% ぐらいですよね。歯科に回ってるのって。で、昔は 10% ぐらいあったらしいんで、そうなんですね。そこで1兆円の差が出てるらしく。で、まあ、1兆円の差があれば、まあ、電車2500点が5000点に、なるでしょうっていう、まあ単純な計算が出るみたいなんで、そもそも、まあ医療費ですよね。そこのパーセンテージが低いんで、まあ業界全体の課題だと思います。技巧士だけじゃなくて。はい、はいはいはい。だからよくコメントとかでも司会士さんに誹謗中傷ぶつけたり、なんか、こんなこと言われた、あんなこと言われたっていうコメントも散見されますけど、うん、まあ、そんな言ってる場合じゃないんですよ。いや、もう、司会士さん、司会衛生士会、技巧士会でも手を取って、三位一体で、業界全体で戦わないと、数で。うんうん、多分もう絶対何もできないと思います。はいはい、技巧士だけで暴れても意味ないと思って、うんうん、はい。なんか僕思うんだけども、もちろん、ほら、技巧士会の方たちって、本当にすごい、エネルギーで動いてると思うんですよ。うん、それも絶対必要だと思うんですよ。だけど逆に、冷静に見ると、こう何十年、変わった部分、変わらない部分ってどうしても出てくるじゃないですか。それ多種多様なんで、うん。で、僕らが一緒にやってて思うのが、やっぱり僕らは僕らのなんか見つけて、それをやっていけばいいんじゃないのっていうふうにやっぱ思うんですよ。ああ、もちろんそこに僕も行き着いてます。うん。だから、その指定とかじゃなくて全然。うん、だからそこの、今4人ですけど、4人でアイディア出して、その、まあ、独自はおかしいですけど、で、そこに、やっぱり今度はもう業界関係なしに、まあ、いろんな、まあ、言い方あれですけど、スポンサーだったりとか、いろいろこう、企業さんが、異業種の方から、こう、いろいろ協力を得て、なんかできることっていうのがもしかしたらあるかもしれないですか。だから逆にその、技巧士会ってなっちゃうと、どうしてもこう、そこは難しい、絶対規律というかあると思うんで、であれば我々はもっと身軽なので、っていうところは、なんか4人で、やっててもいいんじゃない、まあ、今後増えるかもしれないですけど、このメンバーがね。うん。それどうです？ 3 人。大きい、そういう技巧士会とか、医師会とかっていうくくりでは、まあ、正直どうにもならないじゃん。キンキンで。生きていけないっていう、正直な話。まあ、一人じゃどうしようもできないなって、もう、前から言ってるんで、一歩進んだなって僕の中では思ってるんで、
やっぱ仲間っていいですよね。まあ明るい未来に向かっていこうよっていう。仲間増やしたいですね。うん、そうそうそう。思いますね。